北海道旭川市の公園にエゾリスが現れ、人気となっています。旭川市の神楽丘公園に現れたエゾリスは、体長およそ20センチ。全体的に茶色く見えますが、立ち上がると真っ白なお腹が目立ちます。奈良の木立に現れたエゾリスは、木の根元を一生懸命に掘りながら何かを口に運んでいました。去年冬になる前に埋めた木の実などを取り出したのかもしれません。また時折尻尾を立てて動きを止め、何かに警戒する様子も見せていました。